ネペンテストランカータネペンテストランケイタは、ウツボカズラ属の一種。葉が、群配型になるのが特徴で、大きな補充袋をつける。この類では珍しく茎が、鶴状に伸びず、また往々に着生して生育する。茎の高さは30から50センチメートルまで、茎の小道は1から2センチメートルで、拷毛が多数ある。葉は五星。傭兵は、 長さ5から8センチメートルあり、深い縦溝があってその基部は茎のほぼ全体を抱え込む。洋身の長さは10から20センチメートルで、幅6から10センチメートル、中六の部分で V 字に折れる。洋身の先端は円に対して、ほぼ直角に切れ込んだ形になり、そのため葉の全体としてはその形が、軍配型をしている。葉質は厚くて固め。補充袋は、 細長い円筒状をしており、株がやや膨らんだ、ロート状で鶴へと続く。袋の覆面には2本の重力があり、房飾りがついている。円馬は扁平で、幅3から8センチメートル。補充袋の大きさではこの類でも大きいものの、一つであり、よく育つと2リットルのペットボトルのサイズにまで達するという。学名の種証明は、節型のの意味であり、 群馬型の葉の形による。フィリピンのミンダナオ島にのみ分布する固有種である。低地から海抜千メートルまでと範囲は広いが、湿度の高い地域にのみ見られ、日当たりの良いがケチや樹上に着生する。ミンダナオ島の東部では、低地でも湿度が高いために、本州も低地まで見られるが、西北部では、海抜の高い地域の雲切り林帯に限られるために、 本種もその区域に見られる。日射を好み、虹林や、開墾地では地上に出現し、暗い森林では樹上に着生して生育する。干渉用に栽培される。極めて大きくなる、補充袋を持つことで評価が高い。大きい補充袋を作る種としては、大ウツボカズラエヌラジャとエヌメリリアナが双壁であるが、これらが丸っこいフットボール型の袋を作るのに対し、 本種のそれは円筒型で細長く、長さではこちらが大きい例もある。特に大きい補充袋を作る系統では、長さ50センチメートルに達する袋を作ることさえある。また茎が長く鶴状に伸びず、まとまった姿になることも独特である。本属の多くの種は茎が何メートルも伸び、大きな温室であれば見栄えもするが、家庭で鉢植えで栽培する場合には、 処理に困ることが多く、本種は、その点では、優れている。そのような特徴を持つ後輩品種を作る、後輩親としても重視される。低温と乾燥には強く、陶器も摂取7度程度があれば越すことができる。ちなみに、近藤、近藤にはやや詳しい解説があるものの補充袋は、平凡、葉の形が独特であるのが、鑑賞価値といった内容で、この時期には、 本種の価値がさほど理解されていなかったことがわかる。掲載されている写真も補充袋が十分に特徴を示さない、幼いものである。しかし土井では巨大な袋を含めて複数系統が取り上げられ、交配品種も多く紹介されている。以下、種として近藤、P137 田辺、P90 近藤、P137 近藤、近藤、P221 土井、 P74 田辺、P90 ありがとうございます。